鉄マホロとアンズパイ。皆さんこんにちは、ナビゲーターの女子鉄 VTuber マホロです。今回は通常の全面展望動画公開に先駆けて2月に地下化される予定の梅田貨物船の全面展望動画を公開します。特急黒潮号オーシャンアロー編成の展望グリーン車から見た梅田貨物船の景色をぜひお楽しみください。なお今回収録している区間は新大阪駅から西九条駅通過後までとなります。お待たせいたしました。3番乗り場に13時15分発特急黒潮13号白川行きが6両で参ります。案内ですから黄色いページブロックまでお下がりください。3番乗り場に列車が参ります。3番乗り場列車到着いたします。お客様ご注意ください。列車到着いたします。3番乗り場に到着の電車は13時15分発特急黒潮13号白浜駅です。まもなく発車。ここからはテロップでご案内します。
この続きは後日公開予定の特急黒潮号全面展望動画で。公開はしばらく先になりそうですが、チャンネル登録と通知のオンをして待っててくれると嬉しいです。ご案内はナビゲーターの女子鉄 VTuber まほろでした。広告なしの鉄道車窓動画始めました。この度車窓に特化したメンバーシップが始まりました。ご登録はメンバーになるのボタン、もしくはこの動画の説明欄の URL から登録できます。